どうしたの？さ、よろ。なんだ？よし。どうかった？いや、それ、
アクティベートしておいたわよ。ようこそ、私の家に。ほら、キリト、そんなところに隠れてないで、こっち来て。お茶用意するから、上がってってよ。はじめっからね。そんなことより、早く早く。すぐにお茶入れてくるから。お待たせ。他にも座る場所はあるだろって顔ね。でもね、私が私の部屋でどこに座ろうと別に自由だと思うんだ。ギルド？所属してたのかな。多分いろんなところで。ごめん、よく覚えてないの。さあどうだろう。そんなことより、私はキリトのこともっとよく知りたいな。こんな細い体なのに、なんであんなに強いのかとか、すごく気になるし。ちょっと体を触っただけなのに、キリト、敏感だね。そっかな。近づきすぎって、もっとこのくらいのことじゃ。どうしたの？何だったの？なんだ、残念。じゃあ続きはまた今度ね。
よう。どうしたの？さあ、よろしく。どうぞ。よし。ちょっといいか？よし。何か買うの？あ、私も回復ポーション補充しておこう。人も増えたことだし、いざって時にポーション切れなんてありえないからね。ポーションの在庫は、あれ？やだ、何これ、どういうこと？じゃなくて、キリト君、ステータス画面を開いて私のステータスを確認してみてくれる？見た？もう私とのリンク、やっぱりキリト君もそうなんだ。じゃあストレージも見てみて。私もなの。キリト君のステータスが見られなくなってて、アイテムの共有も切れてる。まさかとは思うけど、キリト君、私と。でも現に今結婚状態になってないわけだし。キリト君、これってどういうこと？どう？返信が来たぜ、キリト。俺の知り合いを当たった限りでは、今76層以上にいる中で結婚してるやつは見つからねえみてえだ。女性プレイヤーの少ないこのゲームで結婚してるプレイヤーっていうだけでそもそも希少価値だもんね。その上今76層に上がってきてるやつなんて、間違えてきちまったやつ以外全員ガチの攻略組だろ。まあ私は間違えてきちゃったけどね。私たち以外にも結構いると思いますけど。ゲーム外から来ちゃいましたっていうのはさすがにレアケースだけどね。頻繁に会ったらたまったものじゃないわよ。全くその通りです。ま、自分から望んで最上階に来るようなガチの攻略組には恋愛にうつつを抜かしてる暇なんざねえってことだ、キリノジよ。結婚解除って本当に本当なの？キリトって今フリーなわけ？ちょっと人聞きの悪いこと言わないでよ。全然フリーじゃないですか。
でもシステム的にはそうなっちゃっているんでしょ。そうだけど、私もキリト君も離婚なんてした覚えないし。よくわからないけど、どちらかが間違って離婚申請のボタンを押した可能性はないの？可能性はあるけど、実際は相手が承認ボタンを押さないと離婚が成立しないわけだから。相手がどんなに嫌でも離婚できないってことですか？一方的に離婚する方法もあるにはあるけど、その場合離婚を申請した方のアイテムが 100% 相手の取り分になるの。逆に言うと、アイテム分配率が 100% 対 0% の場合以外の離婚には必ず合意が必要ってことね。私のストレージもキリト君のストレージも空になったわけじゃないし、ちょっと考えづらいかな。てかよ、もう一度結婚し直せばいいんじゃねえか。他の男性プレイヤー？お待ちしてます。私もそう思うわ。いやいやいや、受諾なんかしねえよ。一生の記念にするだけだぜ。
どうしたの？それじゃあね。キリト、いらっしゃい。そのことなんだけど、今日は作りたい武器の参考にいろんな武器を見比べてみたいのよ。町まで行けばいろんなプレイヤーの装備を見られるでしょ。それも76層まで来た高レベルプレイヤーの。キリトには使う側からの視点で武器を評価してほしいの。鍛冶屋の目と剣士の目が合わされば多角的な面から装備を評価できるでしょ。ブラブラしながらプレイヤー装備の拝見といきましょうか。そっか、ああいう感じの剣もありってことか。ん？キリトとリズベットじゃねえか。二人で楽しくデートとは羨ましいね。皆まで言うな。男女連れ立って街を歩いてたらそりゃデートってもんだよ。だからこれは。そうムキになるな。年頃の娘が毎日ハンマー振って青春を浪費するなんて悲しいじゃねえか。たまには青春を謳歌してもいいだろう。いやむしろこんだがキリト、若いのはいいことだけどよ。おめえ、明日。ああ、だからそんなんじゃないんだってば。ほら、キリト、あっちの店に行こう。そんじゃあな。たっぷり楽しめよ。エギルに事情を説明しとかないと。そうね、ああ気が重い。お二人さん、いらっしゃい。ついさっき珍しいものが入ったんだ。よかったら買うかい？何よ、今はそれどころじゃ。そうなんだ。キリトよろしく、お任せするわ。この古文書だよ。秘伝の書？ちょっと見せて。かつて武具を作る一族あり、一族の作る武具ことごとく優れ、その力は神のごとくなり、我ここに古より受け継ぎし、その武具の精錬方法を伝える。だって。そうみたいね。まずは特別なアイテムを集める必要があるみたい。素材にレラチオン鉱石、炉に入れる聖なる豪華、火事に使うベルンドハンマー、それから最後に武器を使う相手とって、ここでページがちぎれちゃってる。ねえこれってなんかすごいクエストかも。ここまで家事に徹底したクエストは今まで見たことがないもの。それにこんな上層でハンマーや炉の火を揃えるクエストだなんて、これはきっととんでもないわよ。そんなにすごいものなんだって。剣士が武器に命を懸けているように鍛冶屋にとって設備はものすごい重要なの。
こんなので武器を作ったりしたらどんなものが出来上がっちゃうんだろう。どうしよう、どうしよう。で、ごめんね、ついテンション上がっちゃって。そうなのよ。だからお願い、キリトも手伝って。ありがとう、キリト。